台湾キールン市にある異例非太平林沈没事故は1949年1月27日に発生した海難事故である。中華民国中連企業講師の客船太平林が上海からキールン市に向けて夜間航行中に化石祭と公海等の無投化により長鮮群島海域の白節山付近で石炭や木材を運搬中の貨物船だて元はと 衝突し、両船とも沈没した。太平林に乗っていた船人が死亡した。オーストラリア軍艦が34人を、朝鮮軍島の領師が登録されていない人々を救助したが、生存者は合わせて50人だった。この事故は、中国のタイタニック号沈没事故と呼ばれる。太平林は中貫歴行講師の豪華客船であり、 排水量は総トン数2489トン、輸出総数へ在上海所が管理していた。国境内戦後期に多くの難民が中国大陸から脱出しようとした。これらの人々は近海と交換したり、人間関係によりすでに満員の太平林に乗船した。1949年1月27日、太平林は午前10時に出発予定だったが、 中華民国中央銀行の銀元の積み込みを待ったため出発時刻は午後4時18分になった。太平林には計1000人の乗客が乗船しており、また上空600トン、東南日報の印刷機、新聞紙100トン以上、中華民国中央銀行の重要書類1317箱、敵課外が予約購入した南北かなどの重量貨物を積載していた。 1949年1月27日、太平林は中華民国上海市からキールン市へ向けて夜間外出禁止令を避けるため公開党を消灯して夜間航行中、同日深夜23時45分、朝山群島海域の白節山付近でキールン市を出発した2700トンの石炭や木材を積んだ県元はと衝突した。 船体の中央部に衝突された伊達元ははすぐに沈没し、船にいた72人が溺死し、3人が太平林に救助された。太平林は衝突の45分後に沈没し、船にいた1000人以上の人々が死亡した。水中に落ちた人々は、当時は気温が低かったため、投資または溺死した。1月28日早朝、オーストラリア軍艦が、 事故現場付近の海域を通りかかり、35人の乗客を救助した。ただし、冬の海に長時間行ったため、救助された乗客のうち女性一人が衰弱のため、死亡した。オーストラリア軍艦の記録によると、最終的に救出した生存者は34人だった。また、朝鮮軍島の漁師が複数の乗客を救出したが、救助者の詳細は記録されていないので不明である。 これらを合わせて生存者は約50人前後だった。犠牲者の中には台湾国立音楽院へ向かっていた音楽家ク白鳥、クチ全両ネ少主席女神、野球評論家、長明ウ・の父バリ生、刑事鑑定専門家、李正玉の父李ヒ市民などを含む多くの有名人や不傷がいた。現在上海市団案館に当時の記録が残っている。また、 弾案館のファイルに添えられた手書きの略図は、北東から南西へ向かっていた。太平林が白伏山より南で建物はと衝突し、白伏山へ着岸させる途中で沈没したことを、はっきりと示している。太平林が沈没した後、海上には大量の宝飾品や仏像パイくらい、木箱入りの文書、弁火などが浮いており、付近の漁師は驚いた。 最初の海峡両岸の太平林沈没事故の遺族による海祭り式典が頂点伝派代表の孔、佐藤志信と太平林1949の作者の頂点園によって行われた。海祭りは半年以上計画されてきたが天候要因が船舶の出港に影響し、また生存者や遺族の大半は70歳以上の高齢者であるため安全を第一に考えて、 当初の開催日の2日後に開催された。2010年5月25日午前7時、長山諸島の志向を出発した海祭り用の船舶が太平林沈没地点白伏山海域へ到着し、高里都市が式典を主催のもと、遺族やその親戚や友人が沈没地点に千本の白菊の花や、遺族の一人の木にイラン死が準備してきた。 千葉の折り鶴を備え犠牲者への哀悼や記念の意を表現した。それから生存者がオーストラリア軍艦に救出された場所へ行き、遺族やその親戚や友人が海祭りに参加した生存者、洋道明氏と王超蘭氏と共に五十本の赤い薔薇を備え、生存者の祝福や銃声の意を表現した。式典終了後、同日正午ごろ試行に戻り開催は、 無事に終了した。しかも起こり起きとの一丁転炎、元開催時間延べ後、与え限定工程衝突、惜しむ方3与え当天開催儀式、欠席的なり向き白節山海域方向、遥かより祝福。この事故を題材とした映画、ザ・クロッシング・ザ・クロッシング・パート I ・ i ザ・クロッシング・ザ・クロッシング・パート2・2が、ジョン・ウーの監督で制作され、 パートイが2014年12月に中国及び台湾にて公開された。日本人では長沢正美や黒木瞳が出演している。台湾では工業収入が好調だったが中国では大こけして酷評された。パート2は2015年7月に中国で公開されたがやはり同様に不審で工業的に苦戦した。 日本ではそれぞれ2019年6月7日14日に公開された。ありがとうございます。